トークバラエティ番組、おしゃれクリップ、日本テレビ系が11月19日に放送され、俳優の反町隆史、49が出演する大手化粧品メーカー、資生堂の男性向けブランド、資生堂麺の CM が一部で話題を呼んでいる。CM には表情は見えなかったものの、すらりとした女性が歩くシーンがあり、ネット上では妻で女優の松島菜々子、50、 ではないかと指摘する声が多く上がった。新 CM と見られ、松島の声を思わせる女性の、夫の肌を見ると思います。のナレーションも流れたこともあり、視聴者からは、新しい CM 反町さん始められたんだ資生堂さんの資生堂面と思ってたらナレーションの声が松島さんそっくりだったんだよね。ナレーションの声が奥様の松島七子さんにそっくりだった。夫婦で共演したのかな と予想する声が多数上がった。民放キー局関係者は、期待の声が上がっている通り、ソリマチさんと松島さんの夫婦共演 CM だと言いますよ。と話し、さらにこう続けるのだ。そして、この資生堂の新 CM ですが、実はこれこそが元スマップの木村拓也さん、51が出演するはずだった CM だったと聞こえてきていますジャニー北川氏、去年87、 の課外問題を受け、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所に所属するタレントとの広告契約を見直す企業が続出。木村を広告に起用してきた日本マクドナルドは、現行契約の期間満了後は更新しない方針を明らかに、日産自動車もジャニーズ事務所所属タレントとの新規の広告契約を結ばないと発表している。8月16日配信の、文春オンラインは、 今週、資生堂が高級麺付け商品のリニューアルで、CM などのイメージキャラクターに木村を起用する予定だったものの、ジャニー氏の問題を受けて白紙になったとも報じた。前室の民放キー局関係者は続ける。その資生堂の CM が、今回、ソリマチさんと松島さんの夫婦共演が実現した、資生堂麺の CM だったというんです。近日中、 もしかしたら11月20日中にも旧ジャニーズ事務所の新エージェント会社も指導が発表される見込みです。しかし、広告スポンサーの厳しい見方は変わっていません。その要因としては、被害者への保償が遅れているとされる件、そして、当事者の会に所属していた被害者が亡くなっていたことが明らかになったのも大きいですよね。11月14日、ジャニーズ性加害問題当事者の会、 に所属していた40代の男性が大阪府見直しで亡くなっていたと報じられ、旧ジャニーズ事務所にはさらなる厳しい目が向けられている。10月5日、旧ジャニーズ事務所はいち早く木村さんとエージェント契約を結ぶために話し合いを進めていると表明。つまり、木村さんは独立することなく新会社とエージェント契約を結んで活動を続けることになるということですよね。ただ、 今後、広告が全く入らなくなるような状況が続けば、考えを変える可能性もあるでしょうね。全道、日本マクドナルドや日産自動車だけではない。アサヒ、キリン、サントリー、東京会場日動火災保険、JAL、カオ第一三共ヘルスケアといったスポンサー企業が、旧ジャニーズタレントの CM 企業を見送ると相次いで発表している。 旧ジャニーズ事務所からは元 V6 の岡田純一さん、43、嵐の二宮和也さん、40、生田斗真さん、39、が独立していますが、3人が早々に独立を決めたのもやはり広告絡みの事情が大きかったと言われています。新会社が指導するとなっても、スポンサー企業は今までと変わることなく、むしろ、当事者の会、 の被害者が亡くなったことを受けてより厳しく旧ジャニーズ事務所とタレントを見ている。東山のりゆきさん、57、が新会社の社長就任を辞退し、のん、能年でな30、3のエージェント契約を手掛ける福田純史、58、が社長に就任することになると報じられていて、そうなると、木村さんにしてみても会社に果たす義理はない。 今後広告 CM の件が改善していかなければ新会社とのエージェント契約を見直すことになる可能性も高そうですよね前室の民放キー局関係者反町松島の夫婦初共演になるという資生堂新 CM に木村は何を思うのだろうか木村の起用が撤回されたとされる資生堂の新 CM は反町と松島の夫婦共演で想像以上に話題を呼びそうだ